ラジオネーム ブラザーフット・オブ・スティール。俳優山崎賢人がテレビ番組ザ・世界仰天ニュースに出演をし、最近あった自身の仰天ニュースを語っていました。お風呂上がりにパンツを手に取ったら、中から親指サイズのカメムシが出てきて床にボタッと落ちたんですよ。びっくりして裸のままカメムシにパンツ投げつけました。全然ダメだな、ケント。お前のエピソードトーク、魂感じないよ。じゃあ俺がな、お前の代わりに爆笑トーク炸裂させてやるから黙って見とけ。いやー、この前ね、お風呂上がりにパンツの中からカメムシが出てきてね、カメムシにパンツを投げつけ、また新しいパンツ履いたら股間に違和感感じるんですよ。ほんで、パンツの中を覗くと、またカメムシがいるじゃないですか。でも、このカメちゃん赤くて綺麗だなーって。え、それわしの祈祷やないか。カメムシ同様、いじると独特の匂い出しますぜ、じゃないんですよ。何言ってんですか。いや、カメムシといえば最近私、飛行機でビチクソ漏らしましてね。ほんたら、CA ちゃんがお客様機内に液体持ち込むのご遠慮くださいとか言ってきたんですよ。だから、あ、これ化粧水ですよって言いながら、自分の顔にビチクソ塗りたくってやりました。ほんたら、隣の客が、なんや自分声だめ出身ちゃうやろなとか言ってきたから、ちゃうわなんだそれって怒鳴ったら、あっという間に羽田っていう話でしたね。どうだケント、これが自粛期間中に暇を持て余しすぎてトランス状態になった俺の渾身のネタだ。これもエンジェルアイドルでした以上です。アナルのシワが気になる気になる気になる、陰菌試しも気になる、サンデーナイトドリーマー。